やっぱりここはラビットハウスだったんですね千ノ様がお迎えしてくださるなんてはえ、い、ああのー、ねえマッチこのチノさん私たちのことを覚えてないみたいだけどうん 多分、オーダーで召喚された知のだろうね。オーダー、召喚詳しいことは私たちが説明します。ところで、ココア様たちは一緒じゃないんですか 私の顔、そんなに気持ち悪かったランプの陰に隠れてたのに。違います。そうじゃありません。あなたたちは、ココアさんのことを、覚えていらっしゃるんですね。お客様にみっともないところを見せて、すみませんでした。ココアさんを知っている方が来てくださったのが嬉しくて。 最初は似たものインキャオーラって思ったのに、なんかすごいしっかりしてる。やっぱり、クリエメイトは私とは別の生命体すぎるよ。はいはい、落ち込むのは後にして、今はチノの話を聞いてあげようよ。話と言っても、どこから話せばいいのか。ゆっくり話してくれたらいいですよ。 私たち、全部聞きますから。ありがとうございます。では、長くなりますから、コーヒー入れてきますね。はーわわわー血の様じきじきのラテアート家宝にしたい。家宝にしたら、蒸発するか、腐るかどっちかですよ。 それで、何があったんですか <laughs> この世界に召喚された時、私はリゼさんとチアさんとシャロさんと一緒でした。でも、ココアさんだけがいなくて、ココアさんを探しながら、あの黒い変な化け物から逃げるうちに、この地下にたどり着きました。 そうしたら、ラビットハウスがあったんですね。ラビットハウスだけじゃなくて、アマウザーンとフルールドラパンもありました。お店も一緒に召喚されるなんて。繋がりが強かったからでしょうか。召喚されたクリエメイターの皆様には、大抵小物や衣類が不足します。それと同じ原理。 もちろん、例外的なものでしょうけど。ハプニングに近い。だから地下になっちゃったのかも。それで、不思議に思いながらも、三つのお店を拠点にして、ココアさんを探していたんです。でも。まさか、みんながココアさんのことを忘れちゃったそうです。よくわかりましたね。 まあ、これまでに同じようなことがあったし。最初にココアさんのことを忘れたのは、シャロさんでした。次にチアさんが忘れてしまって。最後まで覚えてくれていたリゼさんも、先日、ついにココアさんのことを。あの、今、他の皆様は。チアさんはアマウサーンに、 伊ゼさんとシャロさんはフルールドラパンにいます。その、ココアさんを忘れてしまった皆さんと一緒にいるのは辛くて。伊ゼさんにそれを気づかれてしまって、気を使わせてしまって。もう、この世界でココアさんを覚えているのは私だけで。本当は、ココアさんなんていなかったんじゃないかって。 大丈夫です。ココア様はちゃんと言います。私とキララさんは覚えています。うん。ココアさんとチノさんが仲良くしていた姿、ちゃんと覚えてる。よかった。ココアさんと私が過ごした思い出は、夢なんかじゃなかったんですね。夢なんかじゃありません。全部、リアリストって奴らが悪いんです。リアリスト あの黒い化け物を連れてる。はい。今も、ちょうど店の外に来てる。あ <laughs> ここまで襲ってきた <laughs> 皆さん、ありがとうございます。行くよー びっくりしたむふむふさせてーむふ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 気持ちいいとびっきりの話を教えてダメなぜですかどうしてどうしてなのこれ以上言うなもっとしっかりしろ話がコロコロ変わっていくえどうかしたの我慢できない そんなに欲しければ用意してやるありがとうやっただ、誰ですかココアさんきゅーまったくしょうがないココアさんです